はい、どうもルルカです。バズラ、ブリーチコラボやっていきたいと思います。とうとう来ました。ブリーチコラボ開幕して5分ですね。早速、ルキア、トウシロウを引いていきたいと思います。まあ、基本的にはコラボガチャはコンプしたいっていう気持ちですね。で、できればルキアとトウシロウは複数体欲しいな。イチゴは、まあ1体でもいいか。まあでも2体出たら、2体出たに越したことないですけどね。闇カーリーが、サンタカーリーと闇カーリーで1体ずつしかいないんで。イチゴは、究極するとバランス悪魔になっちゃうからね。まあ、ちょっと使い道変わっちゃいますからね。で、進化の、時はバランス神でしょ。でそうするとラードラで、まあ、闇カーリーの代わりとして使える可能性も秘めてるからね。ドロップ操作時間延長っていうラードラとも多色とかなり噛み合うスキルも持ってるし、はい。さてじゃあちょっと引いていきたいと思います。そりゃほりゃ、ほほほほ、ガチャ竜がイチゴになってる。すげえ。死神の格好したイチゴになってる。これいいね。いけ。よっち。チャド。なあ、ウリュウか。クインシーの誇りにかけて。2ターンの間、光ドロップが少し落ちやすくなる。ランダムで光ドロップ3個生成。もうあれですね、インドシンみたいな能力だよね。光のインドシンって、あれ、光のインドシンって光のインドシンでこの能力あったっけ。もうちょっとあんま分かんないです。よっ、あら、かぶった。速攻かぶった。速攻ウリュウかぶった。頼む！出りゃ！おっつ！いいね。いい感じですね。渋みが出まぐってますね。織姫。私は拒絶する。一旦の間、受けるダメージを軽減。木以外からランダムで回復ドロップを3個生成。リーダースキル、やっほーい。こんなセリフあったっけな。スキル5ターンで使えるっていうのは結構いいかもしれないですけどね。リーダーとしては結構きついよね。回復4攻撃回復力 2.5 倍っていうのは今までなかったと思うけど。無理や。回復4攻撃してハードル低いもんね。よし、チャード。あと、あれかな、ヤオルイチさんで、銀はコンプかな。ヤオルイチさんが銀ってね、びっくりしちゃうよ。あ、ランギクさんもいるわ。俺に力を貸してくれ。最上段一列と横一、最下段一列、横一列をヒードロップに変化。これも使いどころとかってやっぱりどっか出てくるのかな。チャド自身も火の列は1個持つんだよね。さあ、5回引いて銀が残すところあと2体となりました。おう、夜市さん、愚か者。一旦の間、金属製の攻撃が2倍、1人
ントポイントが1になるが、全体敵全体に攻撃を10倍の帰属性攻撃。スキルターン11だとどうなんだろう。シリウの上位互換になるのかな。ただタイプが攻撃だけなんだよね。それで考えるとシリウは攻撃ドラゴンだから、微妙なところっちゃ微妙なところだから。でも回復力はもしかしたらヨリイチさんの方が低いのかな。調べますか。回復力はヨルイチさんの方が低いね。で、攻撃力もヨルイチさんの方が高い。ヒットポイントがヨルイチさんの方が低い。なるほどね。強化とスキル、属性強化とドロップ強化がない代わりに封印耐性が1個ついてるんだ。なんか使い分けですかね、シリウと。育てて損はないかな、自傷系スキルだから。攻撃力高いからもしかしたら変わるかもしれないですね、あれが。ゴエモンパーティー、コネ、金コネ、ヨリさん2体目。そろそろ金出てもいいんじゃないのかな。それからランギンさん、おっと出ないね金。ランギスさん出た。銀コンプ。何様 ?2 ターンの間ドロップ操作時間を1秒延長。敵の攻撃頻度がほんの少し低下。サブも木か。木だとちょっと使いづらい。リーダースキルも7コンボ以上で 2.5 倍。なんかロビンみたいな感じですね。でも操作延長とバインド耐性、完全バインド耐性、9回引いてきて、コンプ、銀コンプ、あとはケンパッちゃんと東四郎と浦原さんと、ルキアとイチゴ。もう金だからね。これなかなかの闇だな。あ、出た。おし、ルキア。出た、ルキア。ポチッとな。まずこれは一体欲しかったわな。星6出ました。よし、来た。おっしゃー、シロちゃん来たー。オッケーオッケー。俺に任せて下がっていろ。全ドロップを水ドロップに変化。自分以外の味方スキルターン、スキルが1ターン溜まる。蒼天に座せ、氷輪丸。これで俺の氷河パーティーがパワーアップされる。
おお、連続で金。おお、浦原先生お困りみたいっすね。最下段横一列をラン、ね、キドロップに変化。木以外からランダムでお邪魔ドロップを3個生成。スキルターン4で使えるんだ。すげえな、高速だな。これであとケンパちゃんとイチゴだけってことだね。おっと、おお、そううまくいかない。ヨリスさん3体目か4体目か。OKOK。というわけで、17回引いてまいりまして、ウリュウが3体、織姫が3体、チャドが2体、ヨルイさんが4体、ランギクさんが1体、ルキアが1体、トウシロウが1体、浦原さんが2体という結果ですね。まあ、ちょっとスタートとしては上々だったんじゃないですかね。はい。また、ルキアはちょっと複数体できれば欲しいんで、トウシロウも、究極があるかもしれないね。まあ、ルキアはまだ挽回してないしね。ブリッジコラボ1回で終わるとは思えないんで、はい。次回を期待して、ガチャを引いていきたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。